SMBC 日本シリーズ第7戦、明日は第8戦です。はい、今日は現役時代最強の高速スライダーで有名だった伊藤智仁コーチの誕生日であります。おめでとうございます。思い出に残る誕生日にしましょう。つば九郎、馬券は外れです。外れ皆さんの喜び SNS 爆発しているので、今夜カヤックも爆発やねということで、はい、もうファンからしたらいわゆる外してくれたということでね。つば九郎は大丈夫ですか？はい。日曜日といえば笑点ですね。あ、そうですね。はい。同じ腹黒と呼ばれた円楽さんの。はい、つば九郎も腹黒と言われてますよね。はい、後釜をつば九郎ひとかみ狙っています。おお、こんなところで発表しちゃった。関係者の皆さんどうですか、つば九郎笑点に。謎かけやってみます。判断してください。おお、皆さんお願いしますね。はい。牛丼をかけまして、ブルーウェーブと解きます。その心はどちらも波があるでしょう。つばっちです。優勝とかけまして、今夜のつば九郎のお酒の量と解きます。その心は軽く一生はいくでしょう。高津監督とかけまして連覇と解けます。その心進化が必要です。タッチです。いただきます。村上選手とかけましてバファローズのサードと解けます。お、みんな注目してます。はい、その心は今夜の試合、腕がドキドキします。つばっちです。スワローズファンの願いとかけまして、スワローズの先発と解きます。その心は今夜勝ってください。つばっちです。皆さんいかがでしょうか。スワローズの皆さん、あと2勝であれなんで、みんなで西麻布パトロールしましょう。どっかで聞いたことあるようなコメントですけどね。宮城投手似てますね。いかがですか。お待たせいたしました。両チームスターティングラインアップだ。